はい、このようにですね、型紙を今から切ってきます。はい、こんな感じですね。切り取ることができました。ポイントはですね、この部分が、ちょっと太めにですね、気持ち太めに作っておくと、後でですね、調節するときにですね、こう、切ってですね、この顔の大きさとかです。そういうのを、千差万別ですので、そこで、まあ、調節するという。そんなことができますので、ここのところはですね、なるべく太めに残しておくといいかと思います。そしてここがですね、点々線を引いたんですけど、だいたい5ミリぐらいですかね。5ミリぐらいのところをですね、ここを縫うわけです。はい、次にですね、こういった布を用意しました。ちょっとね、ウレタンっぽい素材なんですけども、かなり柔らかい素材ですね。これ、生地はですね、どこの手芸店でも、インターネットでしたらね、楽天さんとかアマゾンさんとかでも、生地自体手に入りますので、このようなね、生地を使ってきます。まあ、T シャツのですね、まあ、使い古しのものですとか、そういったものでも代用できると思います。そしてこれをですね、型紙に当てて、裁断していきたいと思います。まあ、まず、二つに折りましてですね。二つに折って、型紙を当てます。そして、もうチャコペンない方はですね、普通のこういう鉛筆で、代用できると思いますので、それをですね、丁寧にですね、ちょっとこう当てて、ずーっと、型紙に沿ってですね、書いていきます。このようになりましたので、これをですね、一回、もうちょっとこう、清書してですね、しっかり、こう、薄いところをちょっと、継ぎ足して、塗っていきたいと思います。こんな感じですかね。で、それでですね、糸ですね。針ですね。針を、何本かね、刺していきたいと思います。はい、このようにですね、針を刺しておきました。あとはですね、この線に沿って、ハサミを入れていきます。2枚の型紙に沿ったものが出来上がりました。これをですね、先ほどですけど、5ミリほどのところにですね、この5ミリほどのところをですね、こう、もう一回印をつけておきます。こんな感じですね。はい。このところ、ここのところだけを縫うということになります。それでは縫っていきたいと思います。それではですね、点線にですね、沿って、点線よりもね、ちょっと内側ですかね、に沿ってですね、針を入れていきます。まず最初にはですね、
内側から入れて、玉をですね、隠した状態にします。そして、もう、これはですね、そんなに細かく塗る必要もありませんし、もう外れなければいいので、まあ、大雑把にでも全然大丈夫です。で、最後のところまで来ましたら、ですね、ここの1枚だけをですね、通します。1枚だけですね。2枚通さずに1枚だけ最後ですね。最後通してですね、ここで内側に玉を作ります。1、2、3。もう一回ですね、ちょっと念のためですね。1、2、3。シュッ。はい。これで縫い終わりました。それですね、あとは、この余った糸をですね、切ります。除菌。それでね、こういう風になってますので、まあ、仕上げにですね、この縫ったところからですね、1ミリぐらいのところをですね、こうギリギリですね、ギリギリのところをですね、こうハサミを入れて最後に形を整えます。ギリギリに、ギリギリギリすぎるとですね、ちょっと不安ですので、1ミリぐらいは残してで切ってください。こういう形になります。針でね、縫わなくてもですね、こういう裁縫用のですね、ボンドですね、布用ボンドがありますので、そちらを使ってですね、接着されても、いいかと思います。これで出来上がりです。あとはですね、耳の大きさですね、に、こう、伸びますけども、ここでですね、若干もうちょっと、耳が窮屈だなと思ったら、もう若干こう、丸をですね、大きく、もうちょっと大きめに切り抜けば、ご自分のですね、顔にフィットしたマスクが作れると思います。これから夏に向かってですね、息苦しくなったりしますから、汗でですね、マスクがちょっと嫌だなって感じになってきますので、こういった素材でですね、手軽にマスクとして作ることできますので、まあ、飛沫防止にはね、なりますので、蒸れずにですね、こういう涼しい冷感素材をですね、使われて、マスクを作られても良いかなと思いました。今日はですね、こんな感じで、マスクを作るということを動画にさせていただきました。どうも今日はご視聴ありがとうございました。また何かの参考になればと思いましてですね。今回はこれにて失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。マイクでした。
で